今週も楽しくおしゃれにゴルジョー。阿蘇リゾートグランビリオホテルゴルフ場西コースは2人乗りカートで完全スループレーのアメリカンスタイル。フェアウェイ乗り入れ可能でカップルやご夫婦にもおすすめです。今週は西1番ホールからのレッスンです。レッスンを担当するのはゴルフテック人気インストラクター吉田幸太郎プロです。今回のゴルジョお呼びしましょう。田中志穂さんです。どうぞ、はい、よろしくお願いします。お願いします。今週のゴルジョ田中志穂さん、傾斜が入り乱れた台からの打ち方を学びたいそうです。本当にいろんなケースがありますからね。つま先下がりの左足下がりってことで、うん、これどちらにも共通して言えることはやはりボールが捕まりづらい、右に曲がりやすいってことですね。非常に大事なのがアドレスの時のかかとの体重の配分ですね。つま先下がりなのでつま先下がりの重心に持ってかれてですね、肩の入りが悪くなるってことです。なのでアドレスの時からしっかりとかかと寄りに体重をかけてあげて、トップのポジションが通常のトップの位置に上げられるかかとの重心にします。左足下がりなんですけれども、上半身で少し右に重心をずらしてあげて、左に偏りすぎないように五分五分ぐらいを心がけてやってあげると、上半身でしっかりそのバランスが取れると思いますから、この足の裏のこの重心の位置ですね。これ転がっていけば、いやこれは難しかったでしょう、はい、どうでしたか。かなり難しかったんですけど、打ち方が分かりました。ボールの高さとしてはそんなに出ないんですけれども、まあ、しっかり足の裏の重心の位置をキープして、普段のフラットに近い感覚でスイングができるように、やってもらえると良くなるんじゃないかな。それでは総括お願いします。はい、傾斜のショットでは足の裏の重心のポジションアドレスでしっかり意識してみましょう。はい、それではゴルジョまた来週。ゴルジョはゴルフダイジェストオンラインの提供でお送りしました。